のミス・ラッキーが生中継でお伝えします。いよいよ明日、年に一度のビッグレースが開催されます。ランニングあり、ボートあり、スケートありのキューブタウントライアスロンです。それでは選手にインタビューしてみましょう。最初のチームはキューブタウンのヒーローで消防士、コーチ役のジャバットさんと行動派のバシャット選手です。ジャバットさん、何か特別なトレーニングはやったんですか？すべてはこいつの目と手の動きにかかってる。おっと、では次へ行ってみましょう。2番目は商売熱心で有名なパン屋さんのオーナー、バラードご夫妻です。ああ、こんにちは。どんなトレーニングをなさってます？そうね、ビタミンたっぷりのヘルシーな食事に練習もたっぷり、これで体力はバッチリ。あんた、さあ続いてのチームは都会的なカップルです。スラリーさんとガゼルさんです。この二人なら息もぴったり、チームワークは完璧でしょう。僕がコーチになるって言ってるの。わかったね、スラリー。あなたは去年コーチやったでしょ。今年は私。そして最後は皆さんご存知、キューブタウンナンバーワンアスリート、ボンゴー。あ、照れちゃうな。やめてよ。そうだよ、やめなよ。だってボンゴ本人が嫌がってるじゃない。ではボンゴさん、今年も優勝するのはあなただという声が圧倒的ですが、調子の方はいかがです？絶好調のようですね。レース開始まであと24時間、どの選手もやる気満々です。面白いレースになりますよ。チャンネルはそのまま。トライアスロンやってもやらなくても同じじゃない？ボンゴさんが勝つに決まってるわ。ほんと、きっとまた新記録出すんじゃない？ボンゴさんってすごすぎるよ。ボンゴボンゴボンゴ、他に話すことないの？どうしてよ、つね吉、焼いてるの？そんなわけないじゃん、僕だってスポーツは得意だ。レースに出たらボンゴさんになんか余裕で勝っちゃうもんね。じゃあどうして一度も参加しないのよ。優勝したらボンゴさんがかわいそうだから。おっと、二人と遊ぶの飽きちゃった。泳ぎに行ってくる。つね吉ったら、できもしないこと偉そうに言って、あったまにきちゃうわ。本当に勝てるのかもよ。そんなわけないわよ、イタチって本当に嘘つきよね。ああ、もう行かなきゃ。ボンゴさんのコーチになってタイム測ってあげる約束したの。じゃあね。イタチだって？ツネキチってキツネだよね。ジャバットさん、後にしてペコラ、今ダメ。バシャットのタイム測ってんだよ。調子はどう？絶好調。パンツに火がついた時みたいにめちゃくちゃ速い。おっと、ほら来た来た。危ない、どいて。やーいたー。これどうだった？3切ったぞ。すごい、3秒切ったの？うわー。違う、3時間切ったの。ごめんね。4秒やった。ボンゴさん新記録。ただ走ってるだけじゃ。僕なら自分にハンデつけて走るもんね。本当？どんなことするの？小麦の入った袋しょって走る。もういい加減にしてよね。できっこないでしょ？できるよ。でもやらないけどね。ボンゴさんなんか僕の敵じゃないもん。よーい、ターン。1、2、3、4、5、6。なんでもう船酔いしてるのよ。沖に出てもいないのに。1分間に1000回超えてる。へー、すごいね。でも僕なんか漕がないで進めるよ。本当に？流れに乗ってスイスイ行って、そのままぐるーっと灯台を回って戻ってくる。友達全員引っ張ってもいけるもんね。嘘つきに友達なんかいるの？大勢いるよ。僕も参加してここに見せてやりたいくらいだ。よーい、ターン。すべては目と手の動きにかかってるからな。後ろからうるさいこと言うな。開けて、顎上げて、足動かす。わお、今の見た？すごいや、ボンゴさん軽く200キロ以上は出てるんじゃない？そんなもん、僕ならあの2倍は速く走れるね。それも後ろ向きで目隠しして走ってさ。ボンゴさん危ない！
どうも足首くじいちゃったみたい。つねきちのせいだわ。わざとじゃないよ。ごめんね、走ってくるの見えなかったんだ。いいよいいよ、つねきち、誰のせいでもないよ。だけど困ったな、これじゃレースには出られない。うそ、そうだ、代わりにつねきち出なよ。キューブタウントライアスロン出場決定。なんだって。 でもいいじゃない、ボンゴさんを助けるため。つねきち運動神経いいんでしょ、十分代わりが務まるよ。どうしたのつねきち、あんなこと言ってて本当は無理なんでしょう。そんなことないよ、きっと優勝するよね、つねきち。キューブテレビのミスラッキーがレース会場よりキューブタウントライアスロンの模様を生中継でお伝えします。最初の種目はランニングです。各選手はアスレチックのコースを全て回らなくてはいけません。コースにはトラックが20、はしご段が50、ハードルが100、プラス砂場とモンキーバーがあります。楽勝だろ。今言うと思ってた。お待たせ。なんなのそれ。だってランニングに出るならハンデつけるって言ってたでしょ。そう、だから背中に背負う小麦の袋持ってきてあげたのよ。さあ今スタートです。スタートはいろいろ。ガゼル選手トップでゴール。しかしかなり苦しそうです。続いてバーナード選手眠りながらゴール。走ってるのか走ってるのかわからないバサット選手。そして残念、ツネキチ選手はビリ。次はボートレースです。スポンサーはやはり私。ちなみに寄付はいつでも喜んで受け付けますので。ボートはランニングよりずっと簡単だからね。灯台までさーっと行って戻ってくる、それだけでいいんだ。楽勝だろ。わあ、今言おうと思ってた。おい、何やってんだよ。決まってんじゃない。そう、友達全員引っ張っていくって言ってたよね。教えたの。ボート一斉にスタート。バナード選手のいびき噴射で見事一着。バシャとガゼル両選手ともいびきパワーに便乗して2着と3着に入りました。そしてやっぱりビリはツネキチ選手。ツネキチがお魚でも勝てなかったわね。最後のレース、パパゾーニ市長が空からスケートのコースを説明します。まず市役所前からスタートしてフェンスの周りを10周ぐるぐるっと回ります。そしてまたスタート地点に戻ってきたらゴール。ゴールした選手には私パパゾーニが美味しいピザと飲み物を差し上げます。その代わり次の選挙の時もぜひこのパパゾーニに記録一票をお願いします。よし、今度は絶対1位だ。何？目隠し忘れないでよ。後ろ向きに滑るんでしょ。早くやってみせてよ。パンツに火がついた時みたいにすごく速いじゃないか。文句なしにバシャット選手、煙を上げながらゴール。2着ガゼル選手、3着バナード選手。ビリはやはりツネキチ選手です。これでツネキチも嘘つかなくなるでしょ。ツネキチだけビリばっかり、他の選手は全員1回ずつ1位取ってるもんね。いや、ルールブック見ると違うよ。でこら、どういうことだね。だってガゼルさんは頭に葉っぱつけてたでしょ。バナードさんは居眠りしながらゴールインしたし、バシャットさんは他の人を乗っけてた。ルールブックによると頭に飾りはつけない、レース中ちゃんと起きてること、それに他の人と組まないことということは3人とも失格だ。
今言おうと思ってた。嘘つきたちが優勝するなんて。ああ、そのことなんだけどさ、つね吉がイタチっていうの違うよ。ほら、つね吉はキツネ